ズドラーボ 5W1H プレゼンターの今地圭介です。このフットボールドキュメンタリー 5W1H 第1回目は 1FCM の増永さん、第2回目はシュパーサフットボールアカデミー天中さんを取材し、その模様をお伝えしてきました。そして第3回目はクロアチアに来ています。 U14 を対象としたサッカートーナメントに出場する FK アドリアを取材しに来ました。その FK アドリアの愉快なメンバーとともにこの大会をお伝えしていきます。はじめまして。全部出していこうぜ。パッケージを将来気に入ってください。Thank you.
イメージ。ボールがないけどパス回ししていくで、パスできるのは名前呼んだらその人にパスができる。なのでみんなの名前をまず覚えてください。1分間で各チームの名前を覚えて、ビブスチーム、ビブスナッシュチーム、名前呼ばれへんかったらパスできるから青と、そうそうそうだけど、名前を覚えて何個だよ、こうだよ、翼そうだよ、真っ直ぐ深海、深海最初の名前は1分間ね。てな。ハルサル。ハルサル。なになに。あゆみ、カマキリ。一応全員置く。30秒前。きつはいい。相手チームにタッチされたら攻守交代ね。ボール持ってる人が当たる。名前呼ばれた人は手を挙げる。最初ボール使いがボールこっちで。ボール持ってる人がミスター。ボール持ってない。名前呼ばれたら手挙げるな。その人はボール持ってることになります。ああ。名前呼んだら手挙げればいいでしょう。呼ばれたら手挙げる。ボール。じゃあ行こう。やってみよう。やったことある。最初。どっちが鬼。ナイス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 。数えてない。あ、ごめん。数えてない。本数数えな。数えな。手ならへんで。10本な。はい、1、2。はい。まだ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 。いいじゃん、いいじゃんか。優勝雑魚が。誰か。腹から声出さなきゃ。すごい。もう一着。あ、あ、これか。これでいいよ。あれやった。いいよ。いいよ。雑魚が。ザリュー。ああ。腹からその。腹から声出さんと。でかいの行け。やっぱ歩めだよ。雑魚が。ザーリュー、ブラボー、はい、はい、いくよよし、Спасибо, Мадам!
で、幅取ってセナ、もうちょっと前行っていいよ、前行っていいよ、はい、セナ、もっと前、ナイスボール、おー、グッド、ナイスボール、ナイスボール、ライブ、ナイスボール、サイドかよ、サイドかよ、オッケー、運び出そう、そらそら、声かけよ、そら、マサグライニングしてこういうところで2人でこうここのディフェンスを観覧するような迷わすようなプレーしてってください。 OK? サイドルキアセンターバックね、センターバック右、高台左受けると、ボールのボランチを受けれたらこういうふうにプラウンシップを受けると、ボランチにボールが入らないとそういう動きできないからね、そこを2人で工夫してくれるね。センターバックがバカ運んできるもんねて、うん、広ーく広がってガーッ左のキック前ね、これめっちゃセンターバックワーラーです、ワーラー、えほらすごいすげえ、こんな手試合の切り方あるの、旗持ってきてもらっていいですか。Bravo, Vara! Vara, coach! Vara! 3-1 ね。こっちで 3-1、向こうに1人みたいなイメージかな。ここ1人。ディフェンスはまた、やってみようか。じゃあそうか。で、じゃあ、ハルヘンスと。で、翼がこっちで、この中でボールを向こうに前進させる、単一しながら、単一しながら、でそれやったら交代でいく、とりあえずこれでじゃあやってみよう。じゃあ5人5人いきましょう。いやそこで体ぶつかる。じゃあこっちのコートで 3-1 やって、こっち入ったらこっちで 3-1。 横ライン、そんな横、それ横されてない、ダンサスって、そういいね、幅と高さ調整して、ダンサス、ダンサス作りながら、ここ2枚、そうそうそう、いつでもいけるよ、ゲイ、いける、そうナイスナイス、いいね、ダンサスって、オッケー、いけんじゃん、これも一発で、さあディフェンス返させないよ、返させないね、ダンサスって返させない、返させない、守備はそれをどう超えていく、ディフェンストリートもええで、もしやったら、Sorry、どうしたんだ、みんなバッチ、 Sorry、 Sorry、 No more、 Sorry、 Okay, okay、 No、Thank you. I love you. Bravo. Bravo. すげえすげえ。はい、ブラボー。はい。ね、ガチガチガチ。俺だけ思いがなんで。お前が持ってなかったからやな。やばい、入ったやばい、セラ、セラ、
ピース。したら1点か、そうか、パスが10本でも1点する。目的はまあ前進することがあるけど、相手が例えば引いてたらこっち側で回しておけば10点得点が取れるし、相手が出てきたら相手の背後というか前進する方向に持っていくイメージかな。はい、はい、ツータッチでいってみましょう。よしスタート。はい、吐きなよ。
足でプライス。みんなこっち来るか。アイムダスト、スイカモザイル。スイカモザイル。はい。みんなこっち来て。混ざって。ね、ピーピーやったから。あ、終わった。はいやった。すいません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 。My friend. Friend. Yeah. まだ。
の浸透を起こす。お前、すげえな。逆サイド行きます。あ、もういいです、もういいです、もういいです。どこでもいいですか。はい、どこです。絶対決めよう。あ、来るよ。スズコさんが一番エネルギーしてる。さすが。メンデイ、チャンスやぞお前も。よっしゃー。無理無視。ニアが潰れたから。超気持ちいいわ。もうむずくね。ディフェンス出ない。お疲れ様でした。ビジビジビジ、この前ね、ビジビジ、本当にこれ見て、みんな見て、このスケチンです。ユー、OK。 この後、12時から食事です。なので、今11時15分カフェ行きません。じゃね、45分飯を送れないで、シャワー浴びて、その後午後はフリーです。プール行って、プール行ってもいいし、今ちょっといくらかかるか聞くから。6時に、7時から飯だけど、6時に時間で少しミーティングして7時飯食って、もう今日入るの。いいですか。あ、ごめん、一つだけね。ユー、これで聞いて、センターリングシュート、ロングボール、入り方、クリアする、今日見てできたクリアは友だけクリア。高台もなんとなくできそうな感じね。体の向きがこの状態でクリアできません。最低コーナーです。もしくはオンゴールするかもぐらい大事だよ。で、日本ってあんまそういう練習してないよね。みんなこう崩す練習はしてるけど、このボックスの練習でやっぱインサイドでしっかり弾けるように。インサイド弾くことは、体の向きをしっかり取っておかないと蹴れない。最後のフィニッシュのとこも、まだまだもう伸びしろしかないけど、頭で理解してるかって言ったら理解できてるのかなっていう選手が何で。理解してる選手はクリアできなくても、まずその目線に対して、体の向き、そのボールに対しての目線ね、見たら分かるから。あと目見たら分かる。目見たら。クリアがアウトサイドでクリアした選手何人いますか。ここら辺にボールが当たってポロポロって押し込まれた選手何人いますか。それで知ってるんです。それで、それがもし大人になって18歳以上で、それがもし試合の中でなるんだったらプロにはなれない。ごめんやけどなれない。どんだけ速くて、どんだけいいクロス持ってても、ボックスの中でクリアできる選手、ヘディングできる選手、ヘディング逃げる選手、まあこれはまあ中学生だからまだ許されること、プロではないから、俺はアマチュアやから。でもプロっていうのはそれは許されません。その一本のミスでベンチ、もしくはベンチ外、もしくはそういう選手は取れません、絶対。だから一人の選手として強くならなきゃいけないし、来たボールは足先じゃなくて胸でコントロール、来たボールをヘディングで相手よりも先に触る、もしくは点を決めることができる。今日完璧にできた選手は一人もいない。この気がしっかりクリア、バーンってできたね。あれを10本中10本できたらプロになります。ボール運んでビルドアップで、あ、ミスした、これは試合中チャンピオンズリーグがよくあるんですよ。でもゴール前でそういうミスはありません。一回プロでしたらもうそれはミスくれ。それを少し意識して自分で自主練できるから、全体のトレーニングがなかなか入れないから、自分の個人のトレーニングでクロスの精度、ニア、ファー、マイナス、そこに対して入っていくスピード、そこで生きてるんだよ岡崎選手。そんなこれが上手い選手はないから、これで生きてるんだよ最後の選手。それをこうクリアできるから、ステファン・サビッチ、モンテの選手はそれで生きてる。もうマジでそれだけ。バルサには言い過ぎできないかもしれないけど、アトレティコ・マドリードはもう不動のセンターバック、不動のセンターバックで、ああいうチームは他に世界中にいっぱいあるから。ボールをいっぱい持つチームなくて、それを守ってカウンターにつなげるチームの方が多い。そこのセンターバックがちょろちょろってアウトでこぼして点数しかありません。絶対ない。だからそれを意識して練習する。 J リーグだけじゃなくて世界のサッカー見てみ、自分のポジション。こんな選手いないよ。ボールが来た時に、来た時に相手が来てるのに、へーって足だけいる選手いないよ。体バーコンぶつけてるんですよ。でも、やっぱ見てほしい、ね。はい、難しいシュートよりも簡単なことは当たり前に 100% できる選手になってるんで、それが基礎だ。それが基礎だ。OK? 大事にしてください。じゃあ終わります。よし、はい、行きまーす。Thank you.
ちょっと今日本の社会と比べた時に大きく極端だなというふうに思ってます。だからこういうところにみんな来た方が感じる人は感じるし、それは感じない人は感じるし、だけれどもこういうことを知っていることって非常に大事なんで、今日はモンテロの話を少しします。一日も入れないです、パスポートに。絶対大使館行って2週間から1ヶ月の手続きを得て、どこに住んで何をしてって全部書類を集めて、信頼された人に日本にしか日本に行けない、他の国にならなきゃいけない。実は日本人は世界に出る通告許可書を持ってる、でもパスポートを持ってない日本人もいっぱいいるから。なぜかというと日本の中でもいっぱいいろんなものがあって住めるから。でも昔の人たちは世界中に出てってみんなをよくしてくれたの。やっぱガチふざけなしでハリー・マグワイアとちょっとプレイしたいと思ハリー・マグワイアいや、ファンダイクより強いと思ったんです。おお。じゃあハリー・マグワイアにやるためにどうしたらいい。まず、肩幅を真似しないといけないこここんなにじゃあ、食べ物かな、トレーニングかな。彼はどこでやってるかな、ハリー・マグワイア。今、絶対入れてる。イギリスやん。ね、イギリスしてるんですよ。いいんだ。はい、してます。ね、そういうところに見に行ってもいいかもしれないし、だって分かんないじゃん、見に行かないと。見に行って見て、もしかしたら英語で話しかけていい。っていうやつがそうなのよね。だから、まずはそういうふうに今、冗談の時に彼が言ったことって素晴らしいことで、そこにある目標に対して行動すればいいんだから、そしたらそれにどんどん近づいていく、ただ情報をどんどん吸収していく。でも言ってそこに座ってたら何も叶いません。だから夢がなかったとしても、今みたいに好きなこととかやりたいことがあるんだったらまずやってみんね。とりあえずそしたらなんかちょっとワクワクしてきた。その継続の中で自分の夢とかが持てるんだという。持つ人はないんですよ。だけど好きなこととかやりたいことっていうのは感じて、もしこれやめようかなって思うやったらやめた方がいい。でももうちょっとやりたいな、でもこれがあるなっていう時に迷うんだったらやった方がいい。絶対やった方がいい。絶対後悔するから。なぜかってやりたいことが残ってるから。だからその夢を叶えるように、まずはじゃあハリー、ね、マグワイアに会いに行ってブラボー、センター起動。